前半の続きからです。並びは上から、ローザ、リディア、セシル、カイン、エッジとします。行動順に関わるため、重要です。行動可能になったら、最速入力で、セシル、クリスタル、ローザ、カインにリフレク、エッジ、応用選択。今後のコマンド選択も、特に断りがない限り、最速入力で行います。なお、この形態のゼロムスは、全体ディスペル効果の次元の歪みを毎ターン使ってくるため、変身前に補助魔法で味方を強化することは、できません。セシルからの闇属性魔法に対する反撃で、真の姿を現します。やっぱり暗黒騎士じゃないか。40戦目、ゼロムス。ブラックコールは全体にディスペルの効果。魔法に対してフレアで反撃。振動の後に、全体大ダメージのビッグバーンを使用。まともに食らえば死亡不可避。ビッグバーンをジャンプで回避しても、8ターン目のバイオはジャンプが間に合わず回避不能。HP が減ると形態移行し、行動パターンが変化。第3形態になるとメテオを連発するようになり、加熱した戦闘は、ついに危険な領域へと突入する。ゼロムスは、これまでのボスが、すべて茶番に思えるほどの強さです。それこそ、サガシリーズ並みに、ラスボスと、道中のボスとの強さに差があります。ゲームバランス壊れてる。リディア、防御、カイン、戦う、セシル、防御選択。2ターン目、ローザはいつもの、スローを選択。敵の行動速度を下げなければ勝ち目がないため、重要です。これ以降、ローザとカイン以外のキャラは死ぬまで防御を選択し続けます。魔法に対する反撃としてフレアを使用してきます。対象はランダム。ローザが被弾しないことを祈ります。なお、カインにフレアが来ても、リフレクで跳ね返せるので安全です。ダメージも与えられるのでお得。2ターン目、カインはジャンプを選択。ローザは2回目のスローを使用。これでゼロムスの各種待ち時間が2倍になります。2回目のフレアはローザが被弾しても構いません。今回はカインが反射する最良パターンでした。ここまで最速入力していれば、ビッグバーンが来る直前のタイミングでカインがジャンプしてくれます。直前のフレアによるビッグバーン軽減効果により、ローザだけは耐えることができます。ビッグバーンにはスリップの追加効果もあり、1S ごとに HP が2ずつ減っていきます。誤差だよ、誤差。運よくローザが生き残ったので、目薬をゼロムスに使用してみます。アイテムは魔法扱いなので、カウンターフレアが発動します。運が良ければカインが反射してくれます。カインは再度、ジャンプを選択。最速入力であれば、再びビッグバーン直前で、ジャンプしてくれます。ローザは自分にエーテルを使用。ローザは後で MP を大量に消費することになるので、それまでは満タンに近い状態を維持するよう心がけます。このビッグバーンで、ローザが確実に落とされます。ブラックコールの効果で、カインのリフレクが剥がされます。このままでは、次のビッグバーンの後のバイオで死亡確定なので、フェムオでローザを蘇生します。復活したローザはすぐに、リフレクをカインにかけ直します。カインは、ジャンプを選択。ローザの手が空くので、再び目薬で運試しします。
火炎が飛び立つ前なので、運が良ければ反射ダメージを与えられます。今回はダメでした。最速入力していれば、またもビッグバーン直前で、火炎のジャンプが発動します。8ターン目のバイオは、先ほどかけ直してもらったリフレクで、反射できます。リフレクが残っているうちに、アイテムでフレアを誘発し、ダメージを稼いでおきます。青い牙のダメージは、使用者の残り HP 依存なので、瀕死のローザより、HP 満タンの火炎が使った方がお得です。ブラックホールにより、再びリフレク状態が剥がされます。8、9ターン目のバイオとブラックホールの順番が楽だったら、バイオを回避する手段がないため、積んでいました。カインは一回戦う間に入れてから、次のターンでジャンプを選択。これまた、ビッグバーンが来る直前でジャンプが発動します。ちなみに、4ターン目のブラックホールがなかったとしても、ローザを蘇生させる暇がなくなるので、積んでいました。ローザを蘇生するターン以外は、ジャンプのタイミングを合わせるために、戦うを1回入れます。あとは、バイオが来る前だけ、ローザを復活させて、リフレクをかけ直し、それ以外は、ジャンプでビッグバーンを回避、を繰り返すだけです。最速入力で安定してループさせられるので簡単です。この作業を敵の HP が残り2万程度になるまで繰り返します。加速。ちなみに、火炎がジャンプでビッグバーンをかわし続けられるのは、セシルとローザのおかげです。まず、セシルが低レベルかつドワーフの斧によって素早さを抑えていることで、本来3倍近く素早さに差があるゼロムスと火炎の行動待ち時間が、頭打ちにより、両者とも 1S となっています。そこにローザのスロー2回によって、ゼロムスの待ち時間が 2S となり、結果として火炎はゼロムスの半分の待ち時間で行動可能になっています。どちらが欠けても、火炎がビッグバーンをかわし続けることは、できません。これで、ゼロムスの HP が残り2万程度となりました。このまま攻撃し続けると、HP16000 以下で第2形態栄光し、HP も全開されてしまいます。また、最終的に第3形態になると、メテオを連発するようになり、手がつけられなくなります。それは好ましくないので、今回は第2形態移行にさせずに、このまま撃破を狙います。ゼロムスの形態移行は、四天王と同様、反撃扱いであるため、デルタアタックで封じられます。しかしその場合、着地時に直接ダメージを与えてしまう、ジャンプを使えないため、ビッグバーンを回避することができません。過去のやり込みでは、月のカーテンを敵に使用し、バリア効果でジャンプのダメージをゼロにする戦法が確立されていますが、本攻略では、月のカーテンが入手不能であるため、使えません。そのため、今回は、ジャンプなしで、ビッグバーンを耐えつつ、デルタアタックを決めなければなりません。まずは、ビッグバーンの後にローザを復活させ、ケアルダでローザの HP を回復します。次に、ローザが自分自身にリフレクを使用します。その後、火炎が目薬でフレアを誘発します。運が良ければ、ローザの反射でダメージを稼げますが、ここは火炎が被弾しても構いません。ビッグバーンの直前にフレアを誘発すれば、ビッグバーンの威力が低下するため、魔法防御装備で高めているローザは耐えることができます。
このビッグバーン軽減と呼ばれる現象は、ゼロムスの魔法攻撃回数が魔法を使用する直前に変化することに起因しています。本来、ビッグバーン発動前には魔法攻撃回数が10回に設定されますが、直前にフレアを誘発するとフレアの魔法攻撃回数が上書きされます。その結果、ビッグバーンの魔法攻撃回数が10回から6回に減り、威力が低下するというわけです。あとは、リフレクがかかっている時に目薬でフレアを誘発して反射ダメージを与えていきます。ゼロムスがブラックホールを使ってくるタイミングに合わせてケアルダを選択します。ビッグバーン軽減のタイミングは結構シビアなため、ブラックホールにケアルダを合わせて以降は最速入力することでタイミングを取っています。ケアルダの次はリフレクを自分自身にかけ直します。最後は目薬でフレアを誘発します。最短入力でギリギリ間に合います。これでデルタアタックによる攻撃とビッグバーン軽減による防御を同時に行っています。ちなみにリフレクの詠唱時間は0、ケアルダの詠唱時間は1です。この2つの詠唱時間がどちらか一方でもあと1長かったとしたら、ビッグバーン軽減が間に合わず今回の戦法は破綻していました。またこの2つの習得レベルがあと少し高かったとしても同様です。ちなみに軽減後のビッグバーンのダメージ計算を大雑把に書くと蒸気のようになります。ローザは現在、魔法防御力が24、魔法防御回数が2回、魔法回避率が 35% です。なお、FF4 の100分率計算には偏りがあるため、実際の魔法回避率は約 41% となっています。これをもとに、ビッグバーンの被弾回数の確率とその時のダメージ幅を計算すると、次のようになります。被弾回数4回、16.8%。5回 48.4%、 6回 34.8%。 ローザの最大 HP が1320であることから、被弾回数5回までならほぼ生き残り、被弾回数6回でもダメージ幅により約半数は耐えられることがわかります。ちなみに HP 未満程度から撃破までにはビッグバーンを5、6回耐えることになります。安定しているとは言えませんが、現実的に突破可能な確率であると言えます。ちなみに、ローザの魔法、魔界を高めている現在の装備、波動の杖、司祭の帽子、光のローブ、ルーンの腕輪のうち、ルーンの腕輪以外は、風数矢のお下がりです。もし、風数矢の初期装備がこれほど充実していなかったとしたら、装備変えてるのどちらかを所持金の都合で諦めなければならず、突破率は今より大幅に下がっていたものと思われます。なお、この戦法はビッグバーンの度にケアルダとリフレクをかけ直さなければならないため、MP を大量に消費します。バイオのターンは行動1回分の余裕ができるため、この隙にアイテムによる MP の回復を行います。ローザ短期になってからは、MP を回復する余裕がここしかないため、回復量の多いエーテルドライでなければ、回復が追いつきません。なお、今回はエーテルを4つ、エーテルドライを1つ用意しましたが、これでもギリギリでした。もし道中の戦闘でこれらの購入資金を調達できなかったら、この戦法は破綻していました。このように、今回の戦法は信じられないほどの偶然が重なり、成立しています。そもそもゼロムスが反撃でフレアを使うことや、ビッグバーン軽減という特性を持っていることも、偶然にしてはできすぎています。ここから導き出される結論は、ただ一つ。スクウェアは、このプレイ条件を、想定していた？
しました。テイク2は4回でした。